楽天の辰巳亮介の妻で起業家の辰巳セリーナさんが7月11日、自身の YouTube チャンネルを更新。敵チームの応援スタンドに立ち、夫のホームランを喜ぶ動画を公開し、ファンの間で波紋を呼んでいる。守備の名手として3年連続でゴールデングラブ賞を受賞している辰巳。楽天にとって不可欠な存在でもある背番号8は、 昨年1月に元銀座ナンバーワンホステスのセリーナさんと入籍した。今回セリーナさんはゾ、ZOZO ゾマリンスタジアムで行われたロッテ対楽天戦を観戦。動画内で、今日はロッテ側で飽きるまで観戦しようと思いますと語り、ロッテファンが集うライトスタンドに向かった。セリーナさんは、ロッテを応援する気持ちはゼロなんだけど、応援歌を歌いたいという気持ちと本音をとろ。そして、 夫の辰美が第一打席で右翼スタンドへ先制ホームランを放つと、セリーナさんは思わず、キャーと喜びを爆発させた。さらに、この後辰美がこの動画のサムネイル画像付きリンクをインスタグラムのストーリーに上げ、もっとライトスタンドの真ん中でやって欲しかったなわらと投稿。こうしたモラルを各く二人の行為に SNS 上では批判の声が殺到した。恥ずかしいからやめて、目音揃って常識ない。 ふざけとんのか、社会人失格やろなんかもうがっかりといったコメントが寄せられている。